高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん。どうだ、龍馬。傷に染みるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。しかし、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ。上司に身内を殺され、行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。藩には内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあ、どうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来、武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間。差なんてねえんだ。ああ。だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ。階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいる奴だと思うんだ。
お前は15年前、上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失った。お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか。そうだ、わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。龍馬、竹地にはもう会ったか。兄弟に、いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名、名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ、土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ、わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ。町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかはわからんがな。